パンラボの池田です。このパンを食べなければ一日が始まらない。朝7時台にどんどん客が押し寄せる奇跡のパン屋、メゾン村田。今回訪れるのは兵庫県神戸市宇和田岬、工場のある港町。朝7時、一駅しかない支線の終着駅に工場への通勤客を乗せた電車が到着する。朝焼けのホームに人々が降り立つ。三三五五とそれぞれの職場に消えていく。朝食のパンを買って会社に向かう人たちがいる。この町の商店街にはメゾン村田があるから。朝7時、オープン直後から客でごった返す店内。みんな朝食にこの店のパンを食べるのを楽しみにしているのだ。商店街にある町のパン屋さんらしく、アンパンやメロンパンのようなソフト系のパン、冷蔵ケースの中にサンドイッチ、そして商店街のパン屋には似つかわしくない自家培養したルバンを使った本格的なカンパーニュやバゲット。村田圭吾シェフはパリで修行を積んだ本格派。まるまる黒々としたパンは美味しいことが一目瞭然。目を見張るものがある。冬場だけ登場するフランスのドーナツベニエ、色とりどりの美しいドーナツ、カレーをバゲットに乗せて焼き上げたタルティーヌ、商店街の古い店を村田シェフ自らの手で改装した店内には午後まで焼きたてが並ぶ。細かく焼くとパン屋にして、なんかやっぱり美味しい思いを共有したいなら細かく焼けです。村田圭吾シェフは若手切手の理論家、熱く情熱を燃やしてパンを作りつつ、頭脳は冷静に現象としての発酵を見つめる。コックピットと呼ぶ村田さんが居場所にする面台、 iPad でレシピは常に全スタッフに共有される。メゾン村田の名物クロワッサン、なぜあんなにザクザクとして豊かにバターが香るのか。だからっけいいね。おー、いいっすね。そうそう、うわー。でもこれがちょっとコンパクト寄りにするんですよ。とこう網をもっとふっくらさせたかったら、うん、普通に生地こね上げてから、一次発酵をちょっと取って、で、冷蔵かけてあげるっていうのが一応やり方の一つだけど、自分はすっごい冷たくこね上がり頑張ってこねて、でそれを発酵させずにバチンと冷やしちゃうみたいな。バターの方はしっかりとちゃんとこう残すけど、だけど、中の層自体はそこまでふっくらさせない。持って、重すぎるのは自分嫌だし、で、軽すぎるのも嫌なんですよ。で、持った時にはこれぐらいの重さ。で、それが実現できるのが、まあ、こういう中身の内装。自分は標準的な四つ折り2回だけです。そんな特殊な技術は使わないです。村田シェフは、時に厨房を飛び出す。店から近い須磨海岸へバイクを飛ばし、海苔を買ってくる。正月、ちょっと前ぐらいですかね。須磨海苔が取れ始めて、で、それを、買った生地にこれ混ぜ込んでる、このライ麦パン、ね、で混ぜたんですけど、1週間経っても超しっとりなんですよ。これなんでこれスマノリ入れるとこんなにパンすごいしっとりとした長持ちするんだろうと思ったら、これ要は海藻なんですよ。食物繊維みたいに寒天みたいな感じで、で保水能力がめちゃくちゃ爆上がりするんですよ。でなおかつ、ね、磯の香りも当然あるし、もうこれはこの時期には欠かせないです。これ1カット200円とかで売るんで。え、これで200円なの？この値段で多分やったら、スマノリのスマウラ水産も喜ぶし、自分も喜ぶし、お客さんもね、嬉しいと思ってくれたらっていう勝手なエゴです。私のエゴです。みんなを幸せにするエゴですよ。単調な仕事に見えながら、村田シェフの頭の中はいつも発見の喜びで満ちている。一つ発見するたび、この世界はさらに美味しいものへと生まれ変わる。パンを作る発酵の中でも最難関、伝統的なパネトーネの発酵。一つの気づきからイノベーションを起こした。どうしても伝えたいことがあると村田シェフが言う。これが、リエビトマードレを、普
通リエクトマドレってあの水の中につけてで、まあ、その表面に空気に触れた部分取りあの洗い落としてで中心だけ取ってそれをまた種継ぎしてでまた水の中落としてっていうふうにやるんですけど要はあれあの酸素がない状態で発酵させたいだけなんですよ。でそれを現代版に、まあ、超簡単にする方法を、何かできないかなと思って、思いついたのがこの風船みたいなこれです。おでこれ使ったらもう誰でもパネトーネって言います。誰でもパネトーネ、はい、誰でもパネトーネ魔法の方法じゃないですか。、はい、超簡単です。あの硬い状態で、生地をこねてあげてでそれを真空機にかけます。いつもそのこね上がったものに対して 1.8 倍ぐらいの溶石の袋にしてあげるとかでそういうふうに決めると、酵母と乳酸菌優位と種が誰でも簡単にできます。チョコレートのパネトーネ、めちゃめちゃ縦伸びした生地のチューンという口どけ、時間が経つほど乳酸の香りとカカオの香りが一体となってとてつもない領域へ。本当にやってみんな。まあそんなプシューンとは言わないですけど、村田圭吾シェフ、パンという遊び場を夢中で駆け巡る子供のような人だ。ちょっと匂い嗅いでください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。